はい、どうもこんにちは。キャンスキです。さて、今日からできるようになった、ポケットモンスター、ソードシールド、エキスパンションパスの鎧のこと、今日から早速ね、少しずつ進めていこうと思います。で、その鎧島への行き方っていうのが、鎧パスを手に入れました。ブラッシータウン駅の駅員に見せると、鎧島に行くことができます。珍しいポケモンを捕まえたり、ポケモンと一緒に成長できる、新しい冒険に出かけましょう。というわけで、行くっすよ。ポケモン島へのパパ、目指してさあ、というわけで、ブラッシータウンの駅、到着いたしました。ここで、駅員に、この人ではない。違った。多分こっちの人、けどその前にちょっとこっちもチェックし。はい、違いました。やっぱり、あの人だ。あ、違う、座ってんじゃない。どっか行きたいの。やっぱりこの人だな。はい。おや、それは鎧パス。鎧パスをお持ちでしたら、鎧島に行くことができますよ。本日は、どちらに行かれますか？どちらって、鎧島駅。一択。はい、行きます。これでいい？これでいいのか。で、どこにあるの？こうやって、おお、鎧島って鎧島って言うのか。はい、到着っす。さあ、いよいよ始まった。さあ、楽しみだ。さあ、何が起こるかな、何が起こるかな。おい、もしかしたらまた、鎧島初めて。はい。私はこの島で、ポケモンの生態を研究。え？あんた、え？裏切った助手の、まあいいや。そっくりですね。この島のポケモンを登録できるように、あなたのポケモン図鑑をアップデートしてあげれば。よろしくお願いします。ポケモン図鑑アップデート中。おう。鎧島でポケモン捕まえたら店に来てね。よし、どういう風に変わったのかちょっと見よう。図鑑が、これか。何種類だろう。1から207まで。207。207。そのうちの、まあ、103、あと104種類か。はい。頑張りますよ。今度もね、この島で、ポケモン、はい。図鑑コンプリート目指して頑張っていこうと思います。この人は何者？この島の道場に今日から入門するんだけど、変な人が駅の前にいて、駅から出にくいんだよね。逃げてった。変。あ、いたいた。待ち合わせ時間ぴったり。若いのにしっかりしてる。あれ？私と君ってどっから会ったことある？言われてみたいな、そんなこと。あ、ま、いっか。私はクララ。君の先輩だよ。先輩？もう君が今日から入るマスター道場の話。何？あれ？うちもしかして年下におちょくられたっぽい？超絶パーフェクトにプリティーなクララちゃん。まずは勝負で実力を知ってもらおうかな。じゃあ、外で待ってるから、準備ができたら来てね。目にもの見せたら。こっちは？ここで買えるものは基本的に一緒。でね。で、こっち行くと帰っちゃうわけだ。で、この人はもう一回。ひで、代わりに入門しとって。何もやってないけど半分来ちゃった。ごめん。残りとにかく104匹。いくよ。最高。おー。ここが鎧島ですか。ヤドンがいるし。変わった色のヤドンがいるんだね。
ブロリマ、初めてっすよ。うん。怖っ。はい。行くよ。ボタンをこうやって押すのか。あれ？武士で。うん。軽く、やめて。やめて、軽くのしちゃうねって。いらない。そんなプレゼントいらない。じゃ、はい。買った。毒がちょっとうざいな。いや、もうこのままでいいや。ヤドン、ヤドン、ヤドン、ヤドン。せーの。はい、効果抜群です。ヤドンも倒した。よっ。OK。勝ったよーし。何今の、何今の。変わったリボンだな。次のポケモンでギッタギッタってやれ、いなくね。さあ、勝った。7200円ゲットー。ほっ！おいおい、やっべえぞこいつはよ。こんな強いの道場に来ちまったら、うちの強さが霞んじまう。追い返してけど、迎えたのもらっちまってるし。本、私ちーっとも本気じゃなかったけど、君なかなかやるね。でも私たちの道場はあのチャンピオン何でもな学んだ優秀ある道場で、君くらいの強さだとやってきないんじゃないかな。だから向こうにあるマスター道場には立ち寄らず、観光だけして帰ったら。ひでこれあげるからね。おしゃれカード手に入れて。おしゃれカード何？おしゃれカード。持ってるとブティックで買える品物が増える。ヘアサロンでは選べる髪型か、増えるカード。それじゃあ、さよなら。永遠に、キャッ。おいおいおい。どうすればいいんだよ。まあ、とにかくね、たどり着いたということで、なんか、結構、新しいポケモンっているのかな。ここにいるのは何？プリン。野生のプリンですよ。野生のプリン。せーの。毒嫌い。よし。捕まえることできるかな。ゲット。あ、プリンゲットっす。これで。うん。ボックス送っとこう。プリンか。モンスターボールだよな、これ。あ、元気の塊。で、こっちの方もなんか。クリッフィー。初めて。やっぱりポケモン増えてるわ。
こいつって何タイプだっけ。おっ、カビもやばい。何タイプだ、何タイプだ。せーの、こいつもゲットできるといいな。あ、ダメだ、やばい、やられた。カビゴンやられた。多分となると、あんまり強すぎるのやってもな。まあいいや。ああ、倒しちゃった。倒してしまった。よし、自転車もこっちで乗れると。はい。あ、びっくり。ヤドンが現れた。ヤドン捕まえられっかな。捕まえとこ、一応捕まえとこ。いいな、ヤドン。なんか、ほんと、悩み事がないような面してて。結局、ここも、あれだよね。ワイルドエリアみたいな感じになってるんだ。で、向こうになんか道場みたいなのがあったりして。それで、おう。ほほほほほ。いろいろいるな。お、ちょっと待て。ケーシーだよ。ちょっと待って。フーディン使いとしては、フーディンユンゲル使いとしては、難しいんだけどさ、ちょっとこの構成で捕まえるのは難しいんだけど、倒しちゃったし。捕まえよう。これは後で捕まえよう。あと、なんか向こうに洞窟みたいなのもあったり。入れるだか。あ、入れるわ。刀身の洞窟。結構なんだかんだ言って広いね。いろいろありそう。あんまり奥まで行くと、大変なことになったら嫌なんで、帰る。よし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 。ちょっと、自分としてはフーディン捕まえたいっす。まあいいや。はい。というわけで、まあ今回はね、こんなところで一旦終わりにしておきます。ちょっと、頑張って。こちらでも、ポケモン集めて、図鑑完成。また目指していこうと思います。というわけで、まあ、今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。